21日は今井さんのバースデーだったんですが、って今井さんそうだったんですか、うん、10月21日、おいくつになられたんですか。24歳。あ、年男なんだ、はい、そうですよね、はい。バースデーにメンバーの皆さんはどういう風に祝ってあげましたか。樋口さんが思わず吹き出してしまいましたが、最終的にうちに飲み来た感じになりました。樋口さん家に、うん、ちょっとなんかそういうマネージャーとかがまず飲んでて、おめでとうって、ね、で最終的にあっちゃんと今井くんと俺で3人で、あ、3人でずっと朝まで飲んで、朝までって、本当にお酒冷めて、うん、お昼頃帰った思いがあるんで、本当にありましたね。また夜飲んだんですか。あ、別のお祝いの席で、じゃあ、桜井さんとそれから樋口さんと今井さんが3人で飲んだ時は割り勘だったんですか。いや、あのね、朝の8時頃雄太の家に行って、で俺が酒を買ってくるって言って、でシャワーを浴びてちょっとシャキッとしたんですよ、で自転車に乗って雄太の自転車を借りて、で酔っ払い運転で酒屋を酔っ払い自転車でシャッター開けてる酒屋に行って、でバーボン2つと、で1本は今井にあげたんですよ、一応バースデープレゼントということで、ほら持ってきなって感じで、そうだからすごい面白かったですよ、自転車久しぶりに乗ったし酔っ払い自転車運転、特にバーボンくらいのプレゼントで、はい、ね、あの星野さんと八神さんは何もしてあげなかったんですか。そうですね、じゃあ今から肩をでも持ってます。